のゲームを振り返ってまいります。さあまずは宮城の立ち上がり、ワンアウトの後、鈴木大地が今日センターに入った。ここは源がプロ初スタメンでここはボールをキャッチしています。その後浅村が打ち上げてファーストファールフライ、頓宮取ってスリーアウト。初回を三者凡退に宮城が抑えました。さあ2回です。ランナー出てここは三振で、三振ゲッツーかなと思ったんですが、うん、こぼれました。もったいないというか、でしたね。ランナー二塁に残るんですが、ただここは伊藤幸也はスイングアウトの三振、宮城が踏ん張ります。一方イーグルスは湯気が先発。では2回ワンアウトの後、ここは茂木がよく取るんですが、倉林の当たりベースがから足が離れて内野安打。その後頓宮まっすぐを捉えました、レフトへ。いやこれが勢いのついたホームランになりました ね、そうですね、第4号のツーランホームラン。これでバファローズが2点を先制しました。ベンチに火をつけましたよ。そうでしたね、そして4回です。先頭バッターの杉本、その前は三振だったんですが、ここはセンターへ持っていきました。この打球が伸びて第15号、彼らしいホームランというかね、はい、さすがですよね。そうですね、追加点、これで3点目。球場全体で昇天ポーズ。ランナー三塁でさあ源健大、ここで右方向追い込まれていたんですが、これがタイムリーヒットになりました。プロ初安打初打点。いやお見事ですよ、はい、もうとにかくこうベンチの皆さん喜んでくれるように ねナイスバッティングでしたね。4点目。さらに5回です。ピッチャー鶴崎に代わってるんですが、満塁でバッター紅林、ワンボールワンストライクからの3球目でした。難しいこのカーブを逆方向、ライト前に運んでタイムリーヒット。まあ器用なバッティングしますよ ね、ボールカウントが追い込まれてるわけじゃないのに、ね、そうなんですね、5点目ナイスバッティングでしたね、はい、そして6回です。先頭バッターで源が2本目が出ました、ライト前。やっぱりうまく詰まりながらも押っつけバッティングを覚えてますから、はい、やっぱり粘れるバッティングできますよね、はい、その後ワンアウト満塁とチャンスは広がって、バッター中川圭太、これも難しいボールをライト前に運んで、これがタイムリーヒット、源がホームに帰ってきました。まあ技ありヒットですね、6点目。さあこれ7回です。先頭バッターの浅村の打球は 3-1 から第19号。まあさすがですね、249本目のホームラン。あと1本早く打ってほしいですね。そうですね、6対1、1点返します。宮城の8回のピッチングです。伊藤粘ったんですが、結局ここは三振。続く茂木もセンターへのフライ。代打田中和樹もカーブを打たせまして、これもセンターフライと、この8回の三者凡退に抑えます。まあ余裕ありましたもんね、はい。そして9回は宇田川がマウンドに上がって、小深田にフォアボールを与えるんですが、鈴木大地が三振。続く浅村 3-1 からファーストファールフライ、そして島内も打ち上げて、これもサードファールフライで試合終了。いやボールの勢いにみんな差し込まれてますもんね。そんな感じでしたね、6対1。今日の3連戦3つ目のゲーム、勝ったバファローズがこの3連戦2勝1敗と勝ち越しています。